さんこんにちは。インターン生の西尾です。今回は、スマブラの強いキャラクターたちを、自分で、ランキング化しまして、それの1位から5位までを紹介していきたいと思います。では5位から発表していきます。5位は、ワリオです。立ち回りが強く、ダメージをコンボ火力で稼ぐことができて、空母や DA、横強などのローリスクなバースト技を持っているオールラウンダーなキャラクターです。ダイを使ってコンボ火力を稼ぐこともできるので、ダイアリステージにも強く出れます。また、下火のオナラバーストを考えると、初めから実質的に一足有利な状況から始められるのは、相手からすると精神的に苦しいため、かなり強キャラだと言えると思います。続いて第4位がピカチュウです。背が低く足が速いので、バースト拒否能力が非常に高いキャラクターです。また、上強や下強からつながる、空上のループは難易度は高いものの、決められれば高火力を出すことができます。これだけ火力を出せ、稼げるのにもかかわらず、DA や上投げ、折り空上からの下スマッシュなど、バースト弱も豊富に待っています。復帰措置にもいけるキャラクターなので、バーストには困らないキャラクターでしょう。続いて第3位はパルテナです。足が速く、下投げから空上のや、安定して稼ぐことがで、火力を稼ぐことができるキャラクターです。密着されれば長い掴みと空上のがあり、離れて待たれていても NB と横 B との牽制ができます。さらに下 B には反射を持っているので、飛び道具相手にも苦しくありません。相手がどんなキャラクターでも互角以上に戦える汎用性の高いキャラクターです。また、日本や海外でも視野より使用率が高いことから、その性能の高さも伺えます。続いて、第2位がジョーカーです。圧倒的な立ち回りの強さとガキの強さを誇り、コンボで一気に火力タイプを取るタイプではなく、一定のダメージをコンスタントに取るタイプのキャラクターです。その分、ダメージ継続力の高さは、全キャラ随一であり、スマブラが上手いほどジョーカーをうまく使える傾向にあると思います。また、アルセの状態に入ると、空下から上スマッシュや空上でバーストできるほか、ガキ際の空後、横強で相手を外に出すことで復帰阻止に行くことも可能です。世界ナンバーワンプレイヤーの MK レオが、使用しているので、YouTube で動画を見ることをお勧めします。最後に、第1位ですが、ゼロスーツサムスです。機動力は全キャラトップクラスに高く、低パーセント化の、コンボバーストもできるハイブリッドなキャラクターです。密着状態は弱いですが、機動力の高さと横 B、NB ならの牽制技の存在のがあるため、そもそも密着状態を拒否することができます。ジョーカーと同様にコンスタントに火力を取るタイプで、そこは使い手の技量が試されます。バースト技は上 B、空後、上スマッシュですが、上 B はガードキャンセルから出せる上に、下スマッシュや下 B で相手の動きを止められるので、バースト卓が非常に多いのも優秀です。日本で有名な使い手が多いため、YouTube を見て研究できるのも良い点だと思います。以上で個人的な上位5キャラの紹介を終わります。私がこのキャラクターで、の中でおすすめするのは、パルテナです。初心者の扱えて、なおかつ強いので、早く強くなりたい人はぜひパルテナを使ってみてください。次回は、強キャラではなく、逆の弱キャラを紹介していきたいと思います。ここまで動画を見てくださりありがとうございました。この動画を気に入ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。